ルネサンス音楽の末期から初期はロック音楽への過渡期にイングランドマドリナル学派の一員として活躍した。鍵盤楽器やバイオールコンソートのために技巧的な作品の数々を手掛けた。ペンブロークシャーのセント、デイビッツに生まれる。父親も音楽家で、聖デイビッド大聖堂の学長代理でオルガニストであった。三人の異母兄弟も音楽家になったが、 トマス・トムキンズほどの名声を勝ち得た者はいない。1596年に、ウースター大聖堂聖火隊の指導者に任命される。マドリガーレ州の一つを、恩師ウィリアム・バードに捧げるとしていることから、ロンドンでバードに支持した可能性が高い。トマス・モーリーが重要な曲集、オリアーナの、勝利ザ・トライアンフス・オブ・オリアナに、トムキンズのマドリガーレの一つを掲載していることから、トムキンズは、 ロンドン時代におそらく、モーリーと出会っているらしい。1620年より少し前に、王室礼拝堂のジェントルマンに列せられ、1625年に王室礼拝堂の長老オルガニストに指名されるが、1628年、ゴロには引退したらしい。どうやらその後も20年間ウースター大聖堂に、奉職したらしい。だが1646年、新京都革命の間に、 ウースターが議会軍に占拠されると職を失うが大聖堂の近くに住み続けることは許された。音楽は新京都にとって忌むべきものであったため、詩援賞の聖書を除いてことごとく教会で禁じられた。トムキンズが1614年に発注したウースター大聖堂のオルガンは破壊され、聖火隊は解散された。トムキンズは息子と共にウースターを出て、 亡くなるまで息子の元に身を寄せた。トムキンズは、マドリガルや鍵盤楽曲、合奏曲、アンセム、サービスなどを手掛けている。様式的には極めて保守的で、時代作語的ですらある。同時代のバロック音楽の進行を完全に無視していたらしく、当時人気の表現形式、例えばリュート歌曲やエアを作曲することはほとんど避けている。対法的な音楽語法は、 ルネサンス音楽の伝統を固守しており、音がや半音外主義のような作曲技法は、ルカ・マレンツヨやルッツァスコ・ルッツァスキのようなイタリア・マドリガーレに由来している。バース・アンセムの多産な作曲家でもあり、ウィリアム・チャイルドを除けば、どの17世紀イングランドの作曲家にも増して、この分野に多くの曲を残した。これらの作品は、当時スコブル好評で、当時の曲集に、 よく掲載されている。トムキンズ作品の伝承にとって幸いなことに、息子ナサニエルが父親の作品の大半を肯定し、1668年に巨大な曲集として出版したことである。もしこれが行われずしまいであったら、新京都革命の時期に多くが失われてしまったであろう。ありがとうございます。